傘の糸口文は、慶長5年、関ヶ原の戦い前の合図征伐に参戦していた山内和人よに、妻の検証員が大阪城から届いた不箱と自分で書いた手紙2通を使いに持たせ、実質の手紙のうち1通を小寄り状にして、死者の傘の紐にねじ込んで届けさせたものである。検証員の起点を物語る逸話で、この時の手紙、 引いては、不箱の文を未開封のまま徳川家康に届けたことで、家康の数と世への覚えがめでたくなり、その後の小山表情と合わせて、後の土佐二十万国への加像につながったとも言われる。傘の糸口の文、傘の糸口の密書とも。検証院の本名は、千代松の二つの説があるが、ここでは検証院で表記する。検証院、慶長五年七月。 大阪の石田三成は、会津征伐で遠征中の徳川家康に組みする、大名の祭司を人質に取り、家康方の動きを制しようとしていた。そんな折、大阪城より検証院のもとへ書状が届いていた。増田長森、長塚正江の連書がある、この書状は、石田三成への味方を促す書状であった。数豊に届けよという使者の言葉通り、 検証員は夫にその書状を届けることにするが、それとは別に二通の手紙をしたため、一通を届けられた、未開封の書状と共に不箱に収め、もう一通を、関税寄よりにして、死者の田中孫作の傘の糸口に寄り込んだ。孫作は一路、下夜国二神を張る数とよのもとへ向かったが、途中追いはぎにあい、不箱と傘だけは、何とか持っていたものの、衣服と大小を取られた。 そこで孫作は、他の者の,の衣服と刀と脇差しを奪って、そのまま旅を続け、ミノ路では、寿司屋の床下で二昼夜を過ごし、寿司桶を盗んで上をしのいで、下佐国書川の和豊の陣に到着した。慶長5年7月24日のことであった。和豊はまず、笠の糸口の文を読んだ後、近陣の野々村春生に焼かせ、ふばこは封をしたまま。 小山二陣を張る家康に届けさせた。家康は大阪城内の様子を知り得たこと、同風されていた、検証員の家康に忠義を尽くすように促す内容の手紙に感動した。ふ箱をそのまま差し出したことには大きな意味があった。まず、和豊が自らもふ箱を開かず、一切の権限を家康に任せたことで、和豊に、二神なしと家康が見たことである。 そして、検証院の手紙の方には、上様へ、脳中節遊ばされ相来と、数ずと世に、家康への忠誠を貫くようにとの旨が書かれていた。また、傘の糸口に寄り込まれた密書の方であるが、おそらくは書状を未開封で差し出す、よう指示する文書であったとも推測される。他にも、大阪城内の様水場の情報が記されており、それが、翌日の小山表情での、 掛川城明け渡しに繋がったという見方もある。また、数とよは、その後も、大阪の情報を流し続けたと言われる。この、笠の糸口の密書に関しては、また、孫作が、実ノで奪った衣類の門は後に、田中家の城門となっており、田中家はこのことを名誉とみなしていたことがわかる。ふ箱を託された、田中孫作は、大見国坂田軍高溝村の出身で、 誠実な人柄であり、この密書の話は、孫に語って聞かせたものとされている。孫作の墓所は、和ずとよ夫妻と同じ明神時代通院にある。この、笠の糸口文に関して、第三陽はこういう詩を作っている。各手手辞女と、リル子世の魔風雲再会椅子教の間一条の、笠八行の字をつなぎ具白して得、二人海南千里の山、来山陽、渡辺、 132から133ページ。長屋 MA、神草には、孫作の傘に密書を寄り合わせる、検証員が描かれており、ご密書をお手つから、ワ安ゼよりとなされ、網傘の紐として五島五作に、授けたまふとある。掛川上二25日、家康はまず不代の大名に、神方の情勢を知らせ、その後書々を集めて、 どちら方についてもよし、挙手は自由であると言った。しかし福島正則、黒田長政、細川忠興、加藤義明らがまず相談し、三成相手の戦いであるため大阪方には、つかないということになり、また、上杉よりも石田率いる西軍を先に打ちべしということになった。この後、和豊とよが、正常のために、自らの掛川城を開け渡して、兵糧を提供し、 不代大,大名の宿にしたいと申し出たため、他の大名もこれに同意し、生死を差し出した。しかしこれは、和ズの案というより、浜松城主、堀尾忠氏の案であると、藩官府には記されている。しかし、関ヶ原の戦いの後に、家康は、着死秀忠に、三内津島神の忠義は、木の幹、他の諸将は、木の葉のようなものと語ったことから見ると、 和ズの言動が家康に与えた影響は大きかったようである。東海道沿いの豊臣方の大名の城が家康に明け渡されたにより、東軍は優勢に進軍でき、関ヶ原の勝利がこれで確定的になったとも言える。また、豊臣子さんの武将であり、年長者であり、年功序列という面でも画像されたのはおかしくなく、土佐一国というのも従って、 その功績への報酬もまた大きかった。土佐一国の恩賞は至まっとうなものだったのである。関ヶ原はあまり先行のなかった、数豊だが論功交渉では6万5千国から20万2600国と大きく数をされた。ありがとうございます。